校から今日までどういった過ごし方をしてきましたか。まあ練習方法を、まあ、もう変えて、で、まあ、濃い練習をしてる期間でしたね、ずっと。はい、なんか練習方法を変えたっていうのは具体的に何かあったりするんですか。まあ、そのずっとやってた柔術を、とりあえず行かなくして、でそのレスリングだったりとか、はい、MMA ならではの技術をやる時間を増やしましたね。